日本芸の会有機農場桜見本園公益財団法人日本芸の会は東京都港区赤坂2丁目の小松ビル内に事務局を置き主に花と緑の名所作りなどを手掛ける団体1962年4月に当時の小松製作所社長の河井義成の提唱により創設された2009年12月に財団法人から公益財団法人に移行した 日本下の会が作出した舞姫。日本下の会は、日本国内外における桜の名所づくりに関する調査、計画策定、技術指導、住民活動支援などを積極的に行っており、2014年4月までに国内外に桜の苗木240万本を配布している。同会が創設や植樹に関わった桜の名所として、日本国内では、 山梨県富士吉田市の新井倉山野様公園、秋田県伊川町の日本国花園、群馬県渋川市の伊香保グリーン牧場、栃木県小山市の思いが悪口、東京都千代田区の北の丸公園と、皇居馬場崎門、新宿区の明治神宮外苑、長野県飯田市の天竜京桜街道、兵庫県上川町の神崎桜の山を変などがあり、日本国外では、 ドイツ・ベルリン市のベルリンの壁跡に3000本、ハンブルク市に5000本、フランス・ベルサイユ市に5000本、イギリスのキューガーデンに53本の桜の苗木を寄贈して桜の名所づくりの技術指導を行った実績を持つ。同会が寄贈した桜には、関山、不現像、ウコンや、ベニユタカなどのマサキ系の八重桜等の多数の品種が含まれていた。また、所属している 樹木医資格を持つ研究員が各地の桜の名所の保全、再生事業なども行っており、埼玉県沙手市の権限、道津東京都台東区の上野恩賜公園、山梨県富士吉田市の新倉山や浅間公園の保全、再生を手がけたほか、古木の再生事業として、山高熊城桜と長野県富士見町の高森観音堂のしだれ桜の受精回復事業も行った。 日本家の会は創設以来200万本以上のソメイヨシノを配布してきたが、ソメイヨシノは天狗草病に弱く、大量に植樹されたソメイヨシノが天狗草病の蔓延する根本原因となっているため、2005年からソメイヨシノを植え替える場合には、天狗草病に強く、ソメイヨシノと花の特徴が似る神代明けボノと、小松乙女への植え替えを推奨している。また、 品種の多様性を維持するために2013年より新たな園芸品種が発見、開発された場合、その品種の特性を調査の上で、これを新種として認定する桜の園芸品種認定制度を開始している。2019年4月までに、宝来桜や思い出桜等の16の品種が認定されており、日本家の海自身も、舞姫と花鏡という、 新たな園芸品種を作出している。同会が新品種を認定することで、その桜が発見、作出された地域に桜の名所が作られ、地域の活性化が図られることを期待している。桜見本園効果など10品種による10色桜の並木茨城県結城市に1万3000坪の有機農場、桜見本園を保有しており、 日本国内外から350種の桜を取り寄せて1000本、植栽し、品種の特性調査や、有料個体の選抜、育成などを行っている。日本園は、平日の10時から15時まで、団体でない限り事前連絡なしで、無料見学が可能であり、職員の桜の維持、管理作業の支障にならない範囲で、多品種の桜の開花時期に合わせて花を鑑賞できる。 ソメイヨシノより遅く咲くヤイザクラには多くの園芸品種があり、日本園の植栽樹のうちの大多数を占めるため、日本園の見頃は4月中旬頃となり、4月第2、第3週には一般公開期間として土日も見学が可能となるほか、見学の主張になるような職員の作業も中断され、見学に専念できるようになっている。ありがとうございます。